マジャユニオ楽曲プロジェクトはさあ現在ですね、泉プロと松本プロが中で収録をしているんですが、そこに小林剛プロが合流いたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。やはりね、歌といえば小林プロでございますから、よくわからないのを歌わされることなんかの罰ゲームかな。いや違うんですよ、罰ゲームでね、そのお見せるわけにいきませんから、これはもう本当正式に小林プロの美声を聞かせてほしいということでこの企画立ち上げましたから、むしろ小林プロに歌ってもらわなきゃこれもう始まらないなって思ってますから、我々も、はい、残念ですが頑張りますいろんな葛藤があったと思いますが、ありがとうございます。ぜひ今日もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。それではレコーディングの方に参りましょう。お願いします。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。では早速、レコーディングの方に入っていきたいと思うんですけど、意気込みとか何かあれば教えてください。初めて声を触るので、大変緊張してます。あ、本当ですか。ちなみに歌詞ってどうでした？僕が、ちょっと小馬郷さんいじりも含め書いたんですけど。歌詞は大体僕の言ってることと違いますね。ほぼ違いますね。ほぼ違いますか。すみません、僕の印象が真逆でしたね。じゃあ早速歌っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。いつも通りにこなして無表情、たまに崩れる時は驚く感情、流れがあるとは思わないけどきっと手を握る。やばい、音を覚えてないちょっと音を確認したいぐらいですちょっと自分ので真ん中辺を確認します。手があるとは思わないけどきっと手を握る。はい、すごくいい感じだと思います。超いい。どうでした？なんか不安なところがいろいろありますね。あ、本当ですか。そしたらちょっと先に、はい、まあ、2行目のところとか4行目のところとかのちょっとリズムを合わせたいなっていうのがあって、はい、驚く感情とかですね、はい、ちょっと後ろ の音をもうちょっと聞きながら、リズムに合わせれたらいいなって感じ。なるほど、ね、はい、じゃあ最初の4行だけ先に聞いちゃいますね。はい、はい。いつも通りにこなして無表情、たまに崩れる時は驚く感情。はい、いい感じです。たまに崩れるもちょっと不安げなんです。高さが不安なんですよね、はい、あれ崩れるは低いんですね。あれそうですね、そうわかりました、はい、ですね、はい、じゃあもう一度いきます。はい。いつも通りですね、出だしもちょっといいかもしれない。出だしがね、いつも不安になるんですよいつも通りにこなして無表情、たまに崩れる時は驚く感情。ロボなんてさ言われる時もある。気にしてないよ、だけどちょっと嬉しいよ。いい感じです。あ、ロコなんて言われる時も埋めたくない、負けたくない、本当は熱い気持ちだけど海賊。うん、やっぱ収まりがいい、はい、これをちょっともう一個くらいかぶりますあれ、負けたくないってないにですかね。ないです。今のが良かったですね、うん、今の方で歌ってください。ないの方がいいです。負けたくない。そうですね。早い方ですね。早い方。ないね。じゃあ同じようにお願いします。負けたくない。負けたくない。本当は熱い気持ちだけど海賊。ありがとうございます。ありがとうございました。
中西さん本日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。おかげさまです。とても素敵な曲が3曲できました。今回もできました。ありがとうございます。やってありましたよ。いや本当にやってくれましたね。本当にありがとうございます。まだねまだ今から編集しますけど、はい、ちょっと簡単な総評をですねお聞きしたいんですけども、はいはい、どうでしたか本日の3曲。あもう全員上手でした。上手というのもあるんですけど、うんはい、個性があってそれぞれいい感じになったんじゃないでしょうか。皆さん個性的でしたよね、うん、すごかったですね、うんうん、泉さんがあんなに可愛くなるとも思いませんでしたなのでね、はい、髪切ってる動画を見たんですけどね、はい、結構ねモデルさんみたいな、はい感じでしたよね。そうなんですよ。やっぱクールビューティーな感じがすごく出るんですけど、でもやっぱ中身はねやっぱりああいう可愛らしい部分もあるんだぞっていうのが、なんかまあ聖子ちゃんとかいろいろなんか頭に浮かんじゃって、はい、あれってねちょっとなりましたけど、はい、ちょっと今昼ご飯食べてたところにちょっとウィンクとかかかってて、はい、ちょっとその引っ張られてなるほど、古き良きね平成初期のインスパイアがあったわけですね。そうそうそう。なるほどなるほど。いやいいですよ。そういう形になりましたからね。なりましたね。これで6曲出来上がりまして、はい、あとですね、まあ、半分ぐらいですかちょっとプロジェクトあるんですけども、はい、引き続きちょっと中西さんに楽曲を提供していただきたいので、はい、ぜひぜひどんどんお酒を飲んでいただけたらと思います、はい、頑張ります。推薦アーティストよろしくお願いいたしますよろしくお願いします。ということで本日改めてありがとうございました。小林プロお疲れ様でした。お疲れ様でした。いや素晴らしい歌声でしたよ本当に。いやこんなものが人様に流れるとはちょっと不安でしかないです。何をおっしゃいますやら。すごいもう多分これはね聞いたら染みる人たくさんいると思うんですよハードル上げないでください。いやもうサビのフレーズなんかやっぱすごかったですよね。これもぜひ皆さんに聞いてほしいと思うので、エピ君はハードルを上げ続けますぜひ聞いてほしいですよ。小林さんを呼んだ甲斐がありましたよ。あんまり聞かないでください何をおっしゃいますやら。いやここはぜひこの視聴者の方に最後にですね、皆さんにじゃあどうぞって言われて、この後完成版が流れますんで、はい、皆さん聞いてくださいどうぞって小林プロが言ってほしいので、ぜひお願いします。はい、歌詞には大きな疑問点はたくさんありますが、この後完成版が流れます。どうぞ。風が吹いてるとは言わないけど